ホライフニュース、マインクラフト支局に、左遷された女性記者、蓬莱ライフは、左遷先の本島マイソンで生活しながら、日本に戻る方法を探す日々を送っています。ある日のこと、蓬莱ライフは、本島マイソン在住の謎多き人物、ホライフニュースの中の人、に呼び出され、彼に体を乗っ取られてしまったのでした。その日を境に、蓬莱ライフは、ジャングル地下の洞窟を探索しては、埋め立てるだけの物岩沼シーンと、化してしまったのです。ホライフニュースの中の人、の謎の行動、彼の目的は一体何なのでしょうか。実は中の人、去る2020年5月に、愛病をなくしてしまったのです。その深い悲しみと喪失感を埋めるために、彼は蓬莱ライフの体を使って、ジャングルを猫の楽園に変えようとしていたのでした。さて、中の人に操られた蓬莱ライフは、新たな名所、双子の洞窟グモスポナー、や、世にも不思議な水源なき水流、といった、レアスポットは保全しつつ、約207時間、95万に迫る石を投じて、ジャングル地下の洞窟群の大半を埋め立ててしまったのです。その結果、日中のジャングルには、山猫が大量にスポーンするようになり、ホライフニュースの中の人、の目論み通り、ジャングルは猫の楽園、になったのです。しかし当然のことながら、こんなことをしても、中の人の愛病が生き返るわけではありません。生魚でたくさんの山猫を引きつけて、愛病の生まれ変わりがいないか、必死で探し続けた彼でしたが、残念ながら、彼の願いは、叶いませんでした。自らを慰めるための行為だったはずなのに、余計に悲しみを募らせてしまった中の人は、蓬莱ライフに対する乗っ取りを解除した後、誰にも知られることなく、本島マイソンから姿を消したのでした。そして、かつて中の人がいた場所には、彼の存在を穴埋めするかのように、ノーアーカイブ、という名前がついた、山猫が居ついていたのです。果たして、この子は、中の人の化身なのでしょうか？それとも、中の人の愛病の、生まれ変わりだったりするんでしょうか？その答えを知りたい蓬莱ライフは、ホライフニュースの中の人、が戻る日まで、ノーアーカイブ、を大切に育てようと、決意するのでした。